チャッティーチャンネルン。こんにちは、ギタリストのサッティーです。本日も始まりましたサッティーチャンネルン。この番組へのメッセージはサッティーチャンネルン番組公式ホームページから投稿ができます。はい、今週のお助けアーティストさんは伊藤さゆりさんです。こんにちは、こんばんはあ、こんばんはですね7時ですからね、現在19時でございます。19時です、はい、ね、初めてね、今までね、割とサポートさせていただいたことある方もお呼びしてたんですけど、初のゲストさんって感じですね。いや、なんか、なんで私と思った。そう、あのね、リビドアでね、リビドアっていうライブがありまして、イジチヒロマサさんっていうその名プロデューサーの方がいらっしゃいましてですね、その方があの定期的に主催していらっしゃるライブがありまして、そのライブでね、よくあのご一緒することがありましてですね、はい、そのわけで本日はですね、伊藤さゆりさんと楽しくトークやセッションをしていきたいと思います。そして SNS で使っていただきたいこの番組のハッシュタグがあります。ハッシュタグサッティーチャンネルンです。チャンネルンです。ルンです。ルンです聞きながら感想をつぶやいて番組を盛り上げてください。それでは本日もスタートです。今週のお助けアーティストさんは伊藤さゆりさんです。こんばんは、伊藤さゆりですまずはですね、ここでですね、簡単に伊藤さゆりさんの紹介をさせていただきます。はい、ダンスボーカルグループなどを経て、自身が作詞作曲した楽曲でライブ出演を中心に活動をスタート。女優としても映画、舞台、CM、ウェブなどに出演していらっしゃいます。ライブ配信アプリのショールームで毎日配信2年を達成し、現在も継続中というアーティストさんです。ありがとうございます、2年毎日。そう、2年、2年っていうのが6月1日だったので、まあ、放送段階ではプラス1ヶ月以上なってるはずです。すごいっすね、毎日ですか。そうなんですよ。へえ、長いですよね。ねえ、まあ、人と比べたらあのもっと長い人ももちろんいると思うんですけど、2年毎日だって、そのね、なんかちょっとこう喉が辛いわみたいな日もあるわけじゃないですか。そうですね、すごいですね。いや、なんか自分でもちょっとへえって思います、人ごとのようにいや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 、そのすごいですね、その毎日っていうのがすごいですよね。そうですね、まあ、あんまりコツコツやる性格じゃなかったので。いや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 、いや本当にそうなんですよなんか毎日やったことって多分学校行くぐらいまあだから本当に続けるっていうことだけを目標にしてやれてるんだと思います、うん、続けるってことが当たり前にできる性格だったら、もっと多分いろんなこうチャレンジを課して、はあはあ、まあ、それでやっていくんでしょうけど、私はもう続けること自体が今目標だから、続けられてるのかなって自分の場合は、はあ、まあ、もちろん見てくれてる方がいるので、あの自分もやろうって思えるんですけど、いやもうね、ファンの方は嬉しいですよね。ということで最初の企画に参ります。一問一答クイズ、クイズです。はい、ね、伊藤さゆりさんのことをリスナーさんにもっとよく知っていただこうということでですね、一問一答クイズをやります。ありがとうございます。はい、違うあ、はい、はい10問出題しますので、まずは一言でお答えください。一言ですね、はい、まずはね、はい、立ってからいきますね、はい、ではいきます。まず一問目、尊敬するアーティストさんは誰？マックスさん進みます、はい、好きな音楽のジャンルは？アシッドジャズ。ん、今欲しいものは？人にメイクしてもらっても涙がこぼれない目はい、イケてる男性の条件を3つ教えてください。3つ多い、TPO を考えられる人、人の幸せを喜べる人、姿が美しい人。おお、今までで一番の失敗談を教えてください。あ、なんだろう。
しょうもないことしか思いつかない。電車間違えたとか、1日に2回寝過ごして乗り過ごした。おお、それはすごいですね。さゆりさんの天敵は何？虫。学生時代は一言で言うとどんな子でしたか？優等生を装っている人。今年挑戦してみたいことは何？今年なんだろう、難しいな。でもダンスかな。お、直したいと思ってる自分のダメなところは？ダメなところはいっぱいありますが、過去の自分を思い返して落ち込むところ。おお。最後2問目の質問何だったでしょう？これあ、そっか。見てました。見てました。はい、終了。そう、実はね、そうか、見てたか。先に聞いていたという。そうか。はい、じゃあ一個ずつちょっと、ね、はい、聞いていきたいと思います。まず一つ目、マックスさんとは尊敬するアーティスト。ちょっとこれすごい悩んだんですけど、はい、まあ、好きなアーティストさんの一人っていうか一組で、グループ、そうそうそう。全然もう。あ、浮かばなかったですか？どこのマックスだろう。あ、そう、確かにいっぱいいらっしゃいそうですよ。そうですね、マックスさんですね。好きなんですけど、まあ、長く続けてるっていうのがまずすごいなと思って、うん、一番はそこかな。続けるっていうのがなんかやっぱすごく大変っていうのが、あ、続けてるだけに見てる方からも分かるし、うん、やってる方からも分かるから、あ、まあ、そんななんか浅いあれじゃないんですけど。ちょっとここであげるならと思って。マックスさんね、はい、まあ、でもいっぱいいますね。ちょっと困り、うん、尊敬するっていうのとね、またなんか好きなとか、うん、なんかよく聞くとかなるとまた、ね、うんうん、ちょっとニュアンス変わるんですけど、尊敬する、うん、なるほど、はい。好きな音楽のジャンルはアシッドジャズ。アシッドジャズいいですよね。アシッドジャズいいですよね、うん、アシッドジャズ好きですよ、私も、うん、アシッドジャズとはアシッドジャズではなくアシッドジャズっていうところでね、そういいですよね。 J-POPっていうのも好きなんですけど、うん、まあ、何でもありじゃないですか、 J-POP となったら、うんうんうん、でもジャンルで好きってなったら多分アシッドジャズですね。アシッドジャズね、 J-POP の中でもとか、うん、あんまり洋楽って好きじゃなかったんですけど、うんうんうん、なんかラジオとか店内 BGM とかでそれっぽいやつ、アシッドジャズっぽいやつそれっぽいやつ検索したりすると、うん、アシッドジャズ、アシッドジャズか、これがアシッドジャズ。ああ、そういうたどり方だったんですね。そうですね、最初は、ラジオで聞いたのかな。うーん、で、インコグニート。ああ、インコグニートね、アシッドジャズだわ。そう、うん、インコグニートっていうのをラジオで聞いて、はいはい、イギリスのバンドなんですけど、うんうん、これと思って検索して、はいはい、インコグニート知って、まあ、そこからいろいろたんですけど、なんかだいぶ経った後に、最近ってアプリでこう音楽聴かせると、はいはい、うんうん、ありますよね、サブスクとかに入ってるやつが出てくるっていうやつで、うん、とか、まあ、前だったら有線の、うん、チャンネル調べて、この店で某4人で流れてる有線はなんかすごいですね、このチャンネルだみたいなの調べて、何時何分に流れてるって調べた時に、カメラソウルっていうバンドが、イタリアのバンドなんですけど、出てきて、あ、この人たちの曲なんだって調べたら、なんか、はあ、インコグリート路線って書いてあって、あ、じゃあシットジャズだ、やっぱり好きなんだ、それ。なるほどね、おっていう感じでしたね。インコグリートさん曲選考、そう、好きなんですよ。だから尊敬するアーティストでブルーイーもちょっと迷いました。あ、そう。なるほど、うん、次いきますね。欲しいものは目なんですかね。これちょっと実はさっき話したんですけど、はい、目が乾燥しやすいのか、まばたきを我慢するのが難しくて、そうそうですね、そう、収録前に喋ったんですけど、はい、なんかあんまりないんですけど、人にメイクしてもらう時があるんですよね、うん、撮影とか で、 ほうほうほう、でアイラインを引いてもらう時とか、アイメイクをしていただく時に、ちょっとまばたき我慢してくださいねって言うんですけど、絶対泣いちゃうんですよ、涙が出ちゃうんですよ。あ、それした方がいいやつですよね、まばたきで、逆に。そうで、やっぱりその毎回同じメイクさんとかではないので、うんうん、
毎回それを一応断るんです。すいません涙出ちゃうかもしれませんって言うんですけど、泣いちゃうと落ちるから落ちた涙をこう拭いてもらって、落ちた部分をちょっと綿棒とかで拭ってもらって書き直してもらうっていう、そのワンセットで絶対泣いちゃうって分かってるのにしばらく止まらないみたいな。なるほど。そう、これがね結構ね、あの今欲しいものはで買えるものとかじゃないから、これは。そうですよね。これどうなんだろう、努力のやつなのかな、治るんですかね。ドライアイ的な面もあるとは思うんですけど、あでもまあ一朝一夕にはっていう。そうですよね。なかなかね、一般の人たちはなかなか経験しないやつですね。そうですよね、まあ、でも自分でやる分には平気なんですよ、まあ、途中でこう適度に、ね、ちょっとねまばたきしますもんね。結構いろいろ考えた中で手に入れがたいものを選びました。まあ欲しいものですか。そうなんです。なるほどね。ください。どなたかぜひ。はい、続きまして、生きてる男性の条件3つ、何でしたっけ。最後がね、容姿がねってあれでしたね。いや、容姿 TPO、 そう TPO を考えられる人か、人の幸せを喜べる人、よ、容姿じゃない、姿が美しい人って言ったの。あれ。あ、ちょっと違うんですね。それ順位で言うとどんな感じですか。1位どれですか。1位、でもなんかね、絶対条件とか必要条件と絶対条件みたいなのがあるから、なんだろう、一番優先。でも TPO は絶対必要条件ですかね。人としてね。そう、まあ、男女関係ないですけどね。そうそう、なんか、うん、うるさくしちゃいけない時にうるさくしちゃうみたいな、ね、例えばですけど、そういう人は隣にいられると確かに辛いですよね。ちょっとイケてるからは確実に外れちゃうかなっていう感じですかね。うん、なるほど。次が、まあ、じゃあ人の幸せを喜べる人ですね。そうです。それはイケてますね。うん、あれイケてますよね、うん、確かに。それはイケてる。うん、イケてるとは。イケてる、イケてるですよ、うん、で、まあ、さらになんか美しい人であればいいかなっていう感じですよね。なんか容姿がいいっていうのもそうなんですけど、うん、こう例えば姿勢がね保ててるとか、私のイメージでは、うん、まあ、ちょっといろんなものをこう包括してそういう表現になったんですけど、例えば電車とかでちょっと必要以上に場所を取っていらっしゃる方、足ちょっと伸ばしすぎじゃないみたいな。そう、足が長いのは分かっているんですけれども、ちょっとこう横にも縦にもなんかこう浅く座ることによって前に立っている人間としてはこうちょっとね狭くなるの分かります。囲まれてるぞみたいな時とかね。そう、膝をもうちょっと椅子に近づけていただければこの10センチ前に寄れるのにみたいな、そういうのを、まあ、もし意識してやってるとすればイケてる度が出しますよっていう、私の中で、うん、なるほど。そういう美しいね。うん、そうです。あ、はい、確かに大事。なるほど、皆さん覚えておいてください。覚えてください。はい、今までで一番の失敗談が、2回乗り換えを乗り過ごしちゃった。そうなんです。これ高校生の時にちょっと一番かはねちょっと分かんないんですけど、2回って、でも2回っていうのは行って帰ってきてます。いや、私が今思い出しているのは、はい、電車を3本乗らなきゃいけないっていう。ほうで、1本目で乗り過ごして、うん、戻って2本目に乗りました、うん、2本目で乗り過ごしてまた戻って、ほう、で次の電車乗りました。だいぶ長い旅路になってる感じですね。そうなんですよ。一回乗り過ごしただけで普通にあーってなるじゃないですか。あーってなって乗ったのにまた、まあ、乗り過ごすとか 寝てたんでしょうね。もはや笑っちゃう感じですね。もうでも孤独でした。その当時は、うんうん、学校の帰りだったんですけど、お、携帯電話持ってなくて、お、普通に所持してなかった。そっかその当時は。そうですよね、学生持ってない時代ではありますよね。そうなんです、うん、だから、まあ、今だったら多分こう電車調べるとかもできるし、暇を潰すこととかも全然そんなに苦じゃなかったと思うんですけど、もう夜の7時8時とかでなんかすごい孤独な気持ち、ホームで。そう、今だったら別にそんなに遅い時間じゃないけど。そうですよね、学生時代は
7時8時だともう帰りたいってなっちゃいますよね。結構遅いなっていう感じだったのでその家に連絡することもできない、まあできない、まあ10円玉とかでできたかもしれないけど、そういう感じだったのでやってしまったっていう感じはすごく強かったですね。なるほどね一番じゃないかもしれないけどあ、続きまして、天敵ですね。エネミーです。天敵は虫。虫ですね。わかります。私も虫ダメです。そう、まあ、特にあの飛ぶやつ、え、飛ばないの大丈夫ですか。まあ、あの絶対に近づかないと分かっていればそんな虫はなかなか絶対にやっぱあのフライングだとちょっとね、急に距離を詰めてくる場合があるので。あ、なるほどね。はい、私の多分住んでるところもちょっと、多いんですよ。あ、そうなんですね。だから、まあ、今からだと、セミとか。あ、セミね。やっぱり、ちょっとね、動くのかな、動かないのかな、あ、動かないな、動いたみたいなのが、こう1日に何回も遭遇しちゃうような。空気読んだのに飛んだみたいな時ですね。最近夜でもね飛んでますからね。怖い思いをしましたし、最近もあの家が、まあ、集合住宅なんですけど、その集合ポストの天井のところ、うん、ちょうどうちのところの真上ぐらいにセミじゃないんですけど、ちょっとこれね説明は映像がないと難しいけど、映像見せたいわけじゃないんですけど、こんぐらいのなんかゲジゲジなのかな、まあ、調べてないし調べたくもないのでゲジゲジか分かんないんですけど、これぐらいの図体に10センチぐらい、はあ、こう足がでかいっすよ。足が何本、え、それ飛ぶタイプですか。いや多分飛ばないんですけど、はあ、うわっと思って見て天井にいたんです。いつ落ちてきてもおかしくないと思ったんだけど、次の日もねいたんです、同じところに。え、つらい。虫ってそういうことありますよね、なんかずっと同じところにいる虫的にもどうしようってなってるでしょうね。あ、そうかもしれないです。降りれないけどなんか降りたら退治されるみたいな。確かにありますね。あんなに足が多いのはちょっと辛いと、ね、雲とかちょっと嫌ですね。あ、そうですね、飛ばないけど、まあ、よく見るやつだったらまだ嫌だなって終わるけど、あんまり見ないやつがいるとうわ、確かにね、どっから来たみたいなのがね声には出さない、出せないけどそうですよね。虫さん確かに、なんかそう、知り合いのアーティストで、はい、蜂を避けてチャリで走ってて、うん、で蜂が飛んできて避けてこけて足を折ってワンマンライブ、椅子に座ってやったっていう子がいますね、アーティストで初めてのワンマンライブ着席っていやでも何がいいとは言えないけど、まあ足だったら最悪ね、まあ、多分例えばその手でなんか弾くとか、うん、あ、歌でもマイクは、まあ、も確かにね、うん、声が出せるだけまだいいのかないやでもそれはそうですね、辛いですね。原因がちょっとね、その自己責任というか、うん、蜂さんっていうのがちょっと悲しかったみたいで一生のネタにしてますけど、ね、気をつけてください、はい、次、学生時代は一言で言うと、あ、いや優等生みたいなって言いますけど、優等生だったと思うな。いや優等生だったんですけど、うん、優等生、うん、なんかあんまり怒られたくないっていう動機での優等生だったので。いやでも優等生になれるっていうのがすごいんですよ。あ、学級委員長パターンですか。あんまりね委員長はねならなかったですね。あ、小学校とかは、はあ、なんかやったりしてたんですけど、 あんまりそういうのやりたいタイプではなかったっていうのを中学ここぐらいで気づいて、 あんまりやらなくなりました、まあ、もっとそういうのは向いてる人がる、ね、やってくれましたすごいな、なれるのがもうすごいんですよ。そんなね、ちょっとね押してる、今年挑戦してみたいことはダンスって言ったけど、あ、言ったけど、うん、どうかなって思っちゃいました。ダンス、ダンスやってたことはあります、あります。学生の時も部活でやったりとか、お、今もやったりはしてるんですけれども、はあ、あんまり今年
で体あれなんですか、柔らかい今、ね、サティさんのジェスチャーが体柔らかいですけど、あの開脚はできますけどあの前屈とかはあんまり得意じゃないとか場所によります。足は開くんですね、きっと。そうですね、I字バランスとかはいけます。I って一本ですよね、普通に。普通にとか言ってことジェスチャーが一切伝わらないのでやっちゃってるけど、Y じゃないやつでしょ。 Y じゃないです。 I ってこうでしょ。すごいっすね。できますよ。ちょっと見たいからね、うん、なんかあったかな、写真かなんか。はい、はい、ちょっと後で見せてください、最後直したいと思ってる自分のダメなところは、何でしたっけ、あ、過去の自分を思い出して落ち込む。ああ、まあありますよね。 それはねありますよ。なんかあれ言わなければよかったなとか、うん、なんか言わなければよかった、ね、言わなくてもよかったのに言っちゃったなとか、なんかありますよね、調子に乗ってしまったなみたいなのを、うん、すごい、あの昔、すごい昔もあるし、うんうん、もう本当にさっきとかもありますね。おさっき、ああやっちゃったなみたいなのをこう反省しながら、すごいね、それは私もわかりますなんで言っちゃったかなって思いながら、まあ気をつけようみたいなそう、意味あんまりないなって思うんですけどね、だったら言うなよっていうこともあるしまあ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 、そう、まあ、その後悔の種を作らないようにもしたいなと思ってますね。そうね、やっぱ委員長タイプだな学級委員長だな、はい、それではですね、そろそろセッションに移りたいと思います。1曲目はですね、あ、今回はですね、あれですね、As Time Goes By ですね。イエーイ、ヒロさんの曲になります。イエーイ、ララ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 ラやがて流すだろう。 As tears go by たどり着けるよね。眠れない心預けられる場所、当たり前に入れ替わる昼と夜、ドラマもスリルもそれなりでいいんじゃない。マジで語れるほどのもんじゃないよね。感じなくなる痛みなんて、戦うことじゃなく優しさなんだよね。バランス悪いハートが叫ぶよ。Thank you.
本日もエンディングのお時間がやってきてしまいました。本日のお助けアーティストさんは伊藤さゆりさんでした。何か告知はありますでしょうか。はい、ショールームというライブ配信アプリで毎日配信をやってますので、よかったらぜひ遊びに来てください、はい、ライブ情報などはツイッターメインで告知しておりますので、ぜひライブの方にも配信もありますし、有観客の場合もありますので、お越しいただけたら嬉しいです。はい、ぜひね、お越しいただけたら嬉しいです。はい、この番組ではキーワード企画をやっております。伊藤さゆりさんがお助けアーティストの4週の間、毎回エンディングで一文字ずつキーワードを発表しますので、それをつなげていただいて4週目にできた4文字の言葉を番組ホームページまで送っていただきますと、送っていただいた方の中から抽選で1名の方にお名前とさゆりさんのサイン入りのスペシャルお写真画像をプレゼントいたします。今週のキーワードは何？朝日のあです。はい、ぜひ4週目まで聞いていただければと思います。それではまた来週、お相手はギタリストのサッティと伊藤さゆりでした。また来週、うん。